まあ、中国製ですけど、こんなメーカーからこういう糖度計が出ました、出てます、私この糖度計をですね6250円で、格安ですよね、6250円、これを購入しました。糖度計どのくらい使えるかというレポートを、してみたいと思います。レポートはブドウ、それとですね、初糖溶液を希釈して、試薬用の実験用の初糖溶液を自分で希釈して、私ね一応ね農芸科学科っていうところの大学院出てるもんですから、溶液作るのはバッチリだと思いますよ。で、実験としてですね、まずあのシャインマスカットね、このシャインマスカットを使って、実験してみたいと思います。上の方が甘いもんですから、一番上の粒をね、これをあの潰して測ってみたいと思います。はい、シャインマスカットから、一粒ブドウを取りました。ハサミで縦横よく切って、で汁出します。汁が出ました。汁均一に混ぜます。はい、均一に混ぜました。それじゃあスポイトでちょっと吸い取って、で上に、はい、測ります。19.5、 この汁ですね。こちら、このエキス取っちゃう、はい、吸い取っちゃったのここに入れますよ。19.5 ですね。同じ値が出てきました。愛宕さんの糖度計で、19.5 ですね。次はね、初糖を薄めてやってみたいと思います。これ初糖スクロースです。私です、化学実験は得意なんですけれども、ここで、化学を教えたこともあります。で、糖度計で使う糖はですね、普通スクロースを使うんですけれども、初糖を使うんですけれども、そのパーセントってどうなってるかっていうと、溶液分の溶質なんですね。溶液は水とこの、あのスクロースを溶かしたもの分のスクロース、という式になります。でですね、 25% の確認溶液を作ってみたいんですけども、どうするかというと、これ 5g 取ると、それで、これ 5g 取って水を 15g 取ると。ですからこう量りね、量りで、うち実験器具は農家ですから、実験器具ないんでメスフラスコとかね、量りだけでやりたいと思います。量りもねちょっと精度よくわからないので、この量りと、これ谷田さんの、0.1 まで測れるやつね。で同じくこれも、農家ですか、いくつか測りがあるんですけれども、谷田の 0.1 まで測れるやつ、それからこの、ちょっと微細なものまで測れる、ね、これ安い測りですけれども、ちょっと測りで、それぞれ確認して、それで 5g 取って、水 15g 取って、25% 溶液を作って、スンコーダーっていうね、この糖度計すぐに測れるらしいですけれども、これでどんなもんか、それから屈折糖度計ね、愛宕さんのもありますけど、これ無面のもありますけれども、これで 25% を作ってみたい。それからですね 15% も作ってみたいです。 15% の場合にはですね、これスクロース初糖 3g と、水 17g、水 17g でちょうど 15% ができますので、最初に25、それから次に17をそれぞれ作ってみたいと思います。それじゃあね、ちょっと、手元をこっちから移しますけど、それぞれの測りが、どんな感じかということで、これタニタの、表示が、0.1g まで測れるやつですけれども、じゃ確認してみたい。1枚乗せます。 1g ですね。じゃあ5枚乗せます。 5g ね、グラムね。でここに初糖ですね、スクロース、これを 5g 取りたいと思います。はい、スクロースを開けました。
これ戻しちゃいけないな、測り取って余ったやつは捨てるってことになってますので戻せません。5ですね、 5.1 になっちゃったな。ちょっと多いかもしれない。5.1、 ちょっと気持ち悪いか。5です。じゃあちょっとね、移し替えてね、これ1回0にしていいですか。これを取っていきたいと思います。封体消去します。封体消去します。それで0コンマいくつまで出るようにしますよ。これでね、1回2ミリぐらい取れるんで、6回取ると2、6、12ですから、7回取る、2、7、14、1回、はい、15ぴったりになりました。15ミリリットルができましたので、ここに砂糖を入れて、砂糖ですね、しっかり入れて、ソースを入れ、時間。はい、それじゃあこうよく溶かしました。インコーダーで測ってみたいと思います。25%。25.4 になりましたね。大体正確かな。やってみたいと思います。はい、これにこれで測ります。これに水乗せてこれで測ります。アナログ屈折糖度計で25、少しオーバーでした。初糖を3グラム取ります。スクロースです、初糖です。3グラム取ります。はい、水17グラム取ります。はい、水17グラム取りました。で、ここに初糖を入れてよくかき混ぜます。アナログ屈折糖度計で15でした。この格安糖度計、普通のアナログ糖度計と比べても同じ値です。普通に使えそうです。